明館の連覇が途絶えた翌年、主将に就任した佐藤選手が日本インカレで2冠を達成。大学ラストイヤーでの王座奪還を狙います。小雨降る中始まったレース、1区で出遅れた立命館は主将の佐藤選手が3年連続の2区で激走。名城大学の高松智美ムセンビ、そして日本体育大学の1年生中村あかりをあっという間に抜き去りました。8位から2位まで一気に順位を押し上げます。さらに立命館は3区の1年生美咲選手、4区3年生の松本選手がともに区間新記録となる力走でトップに躍り出ます。しかしやはりこのチームが黙っていません。富士山連覇を狙う名城、1年生の山本選手が立命館松本選手を10秒上回る区間新記録をマークします。そして勝負は最長の 10.5 キロエース区間に突入。創部10年目のこの年、悲願の大会初優勝を狙う大東文化は大黒柱関谷選手が快走します。その関谷選手に並々ならぬ対抗心を燃やすのが、前年に同タイムで区間賞を分け合った名城の加世田選手でした。尊敬しているからこそ負けたくないっていうか、勝ちたいっていう存在ではあります。2位以下を大きく引き離し、そして区間タイムでも関谷選手を11秒上回る、これぞエースという走りで区間賞を獲得。名城は続く6区でも1年生の小林選手が区間賞に輝く走りを見せると、大東文化も同じく1年生の山賀選手が一つ順位を上げ、2年連続でアンカーを託された鈴木選手にたすきをつなぎます。前年に圧倒的な区間新記録を叩き出した大東文化の鈴木選手、大東文化大学が2位に上がっていきます。どんな順位で渡されてもトップに立って優勝を決めるゴールまでたすきをしっかりと届けたいと話していたその鈴木、さあここから行くぞというような名前が分かりました。悲願の初優勝へ、名城の背中を追います。一方トップを行く名城和田選手、初めて挑戦するこの坂で新しい自分に出会えるようなそんな走りをしたいと話をしていたこの和田、名城大学の優勝の時が近づいてきています。自ら志願したアンカー、冷たい雨の中歯を食いしばり前へ、最後は仲間たちの声に背を押され見事トップでフィニッシュ。名城が黄金時代の到来を告げる連覇を達成しました。大東文化は今年も一歩及ばず2位、立命館はトップ3を逃す4位。それでもこれがラストランとなった佐藤選手は、優勝目指して頑張ってきたんですけど、やっぱり最後の最後勝てなかったのはすごく悔しいですけど、4年間の中で一番楽しいそんな富士山駅伝にできたと思います。いい仲間にも出会えてとてもいい4年間を過ごすことができました。2020富士山女子駅伝